皆さんこんにちは。今日はちょっと変わったアニメを紹介しようと思います。そのアニメはこちら、土下座で頼んでみたです。本作は同名の同人作品が原作となっており、女の子にいろんなことを土下座でお願いして頼み事を聞いてもらうという至ってシンプルなショートアニメとなっています。ストーリー自体はそれ以上でもそれ以下でもないのですが、主人公の頼み事が非常にストレートで、サクッと結論を見たい紳士の方には非常におすすめの内容となっております。今回はその中でも特に私の好きなエピソードを紹介しようと思います。私のお気に入りは4話の村上さなみちゃん、8話の豊房うららちゃん、9話の姉はいらちゃんの3つのエピソードとなっています。これらのエピソードのお願い事には共通点があるのですが、当チャンネルを見てくださっている紳士の皆様であれば、キャラクターの造形と特に8話のうららちゃんの名前でなんとなく察していただけると思います。4話のさなみちゃんはメガネキャラで、かつ方言という属性を持っており、照れながらお願いを聞いてくれるところがとても素晴らしいです。9話のゆあちゃんは歯科衛生士なのですが、治療にかこつけてお願いを聞いてもらうシチュエーションが非常にグッドです。そして私の特にお気に入りの8話のうららちゃんですが、主人公の設定が非常にキモいです。しかし声優の杉田さんの力量により、キモさと面白さをしっかり両立できている点が素晴らしいです。うららちゃん自体もおどおど系の巻き込まれ型のヒロインで、なし崩し的にお願いを聞いてしまうところが私的には最高です。ちなみにどんなお願いなのかはぜひ皆様自身でご確認いただければと思います。もちろん他のエピソードも素晴らしく、ショートアニメかつヒロインとの対話形式のアニメーションなので、純粋にキャラクターの可愛さを楽しめる良作アニメとなっています。作画も良く、展開も分かりやすい上に期待を裏切らないので、視聴時間以上の満足感は間違いないと思いますよ。ちなみに円盤だと規制なしで見れるようです。残念ながら配信サイトで規制なし版はないようなので、資金に自信のある紳士の皆様はぜひ円盤をご購入ください。それでは今回の紹介はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。